P 級装甲艦、プリンツ・アーダルベルトだよ。ハインリヒから聞いたけど、P 級装甲艦はみんなすごいんだって。だから、怖い敵が現れた時は、遠慮なく呼んでね。母校に無事到着っと。次はどこかでブラブラしたいよね。どこがいいかなぁ。ん あなたは指揮官あ、どうも、よろ。んじゃ、バイバーイ。おーい、指揮官、一緒にやる気チャージしよう。おーい、指揮官、ずっとぼーっとしてるよ。悩み事一緒に考えてあげようか。この砂時計、面白ーい。どれどれ 逆さまにして、また逆さまに。ああ、なんかつまんなくなってきた。指揮官の机に他に面白いものないか探してみよっと。机に書類がいっぱい溜まってる。あ、シュレッダーに入れたら仕事せずに済むかな。ダメはーい。 わかった。ずっと同じ仕事してて、指揮官は飽きないの私なら30分が限界かも。ハインリヒは自分の偽装をアイゼンくんと呼んでるっぽいけど、うーん、ハーダルベルトも偽装に名前付けようかな。指揮官、あたしの稽古にでも付き合って。 指揮官、女の子にこんなことしたらダメだよ。任務のリスト、長くなってる。やっぱりここは、シュレッダーを登場させちゃおっか。ほーい。指揮官、報酬は不当で山積みになってるよ。おーい。指揮官、メールボックスがいっぱいだよ。 片付けてあげようか指揮官、いっそのこと、屋外に執務スペース作ったらどう暖かいお日様と美味しい空気が待ってるよ。委託完了した物がいっぱいって聞いたから、手伝いに来たよ。ふ、うんいや筋力向上したって感じ ほーい。ウォーミングアップ済ませて、出撃っとー。K.O. 敵はみんな倒しといたよ。みんな撤退するのじゃあ、私も。アーダルベルト、ロース。第二ラウンドはこっからよ。指揮官、退屈。 他の子と遊んでくるね。まずは倉庫に行って確認してみよっと。遊ぶ仲間か助ける仲間いるよね。おーい。指揮官、頼まれた資料持ってきたよん。思ったより遅い、うんっとね。マクデブルクに付き合って、 軽くランニングして、ハインリヒと一緒にアイゼン君と遊んで、あとは、それで遅くなっちゃったかも。喜ぶ人を見ると自分も嬉しくなるもんね。だから人と遊ぶのも、人助けするのも好きなんだ。指揮官もそうだと聞いたけど、きっと、私と理由は同じだよね。 はーい。指揮官、今日も困ってる仲間がいないか、一緒に探してみよう。指揮官と二人なら、解決できないことはないし、一緒に遊ぶのも楽しいよね。これって、とってもとっても仲良しってことだよね。それよりもうーん、じゃあ、 とっても、さらに二つ追加する。とにかく、これからもずっと一緒にいてあげるよ。約束だからね。ハインリヒ、突っ走るよ。